6月24日は教会の暦では聖ヨハネの誕生の祝日になっております。キリストの登場に先立ってヨルダン川で人々に罪の悔い改めを説いて、その水で洗礼を授けていたあの聖ヨハネですね。その誕生を記念するのが6月24日です。聖ヨハネのお母さんはエリザベトと言いました。神の前に正しい人と言われた祭司ザカリアの妻です。エリザベトは年を取ってから天使のお告げを受けてヨハネを産みます。天使のお告げを信じなかったザカリアは口が聞けなくなりますが、天使に命じられた通りに子供にヨハネという名をつけます。するとたちまちザカリアは口が開いて舌がほどけ神を賛美し始めたと聖書に記されております。近所の人たちはこれをすごく恐れて、一体この子はどんな子になるんだろうというふうに、山里中で話題になったということですね。で、このヨハネが身も心も健やかに育って、そして荒れ野で修行をしていたんですね。で、イエスが活動を始める直前に、そういうわけでヨルダン川で人々に洗礼を授けるということになります。ここにキリスト自身もやってきて、ヨハネから私はそんな値打ちがあるものではありませんと言ったんですけれども、なんとかその時はあなたから洗礼を授けさせてくださいというキリストの言葉通りに洗礼を授けると、天が開いて聖霊が下ってきたという様子がですね、聖書に記されております。その様子を描いたグレゴリオ聖歌のアンティフォナがこちらです。エリザベサカリマノビロシヌイジョアネバティスタこのグレゴリオ聖歌をもとにして16世紀の作曲家ジャン・ドゥ・ラファージュが素敵なモテットを作曲しているんですね。インテルナドスミエリこのもう一つのグレゴリオ聖歌に基づいた6声の素晴らしいモテットがあるんですけれども、それがジョスカン・デプレの作品であるというように伝わっております。ところが、研究家たちの間ではどうもその写本の状況や様式的な観点から、これはジョスカンの作品ではないんではないかという、そういう意見が強くて、ニュージョスカンエディション、ジョスカンの全集にはジョスカンの新作とは認められずに収録されていないんですね。でもとっても素敵な曲です。6月26日ボーカルアンサンブルカペラの演奏会では、この聖ヨハネ誕生の祝日のミサを典礼の形式でグレゴリオ聖歌ミサ曲、そしてこういったモテットを間に挟みながら演奏会のプログラムを組んでおります。演奏会とは実は関係ないんですけれども、聖ヨハネと言いますとウッドクエアントラクシスという賛歌があります。ヨハネの賛歌なんですけれども、この曲がドレミの元になっているというので、有名な賛歌として知られております。各行の最初の部分を取りますと、上からウッドレミファソラというふうに読めるんですね。で、旋律自体もそれぞれドレミファソラでそれぞれのフレーズが始まるように作られているという曲です。Solve polluti la
そういうわけで6月26日ポーカルアンサンブルカペラの演奏会、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。会場にお越しになれない方もインターネット経由でライブ配信がありますので、どうぞお聞き逃しなく。